ナロー最後の最終兵器薬屋の独り言、初回放送はなんと3話一挙放送。声優のキャスティングでもう2期が決定しとるんやろなってのがわかる。10月7日に間に合わないから3週まとめて放送するだけ。日テレ系は昔からラグビーに力入れてるからな、ワールドカップ優先は仕方ないな。そういうことなんか。女向けやん。面白かったら少女漫画でもしこるのが G民やろ。どういう話なんや。面白い女が知識無双してイケメンが矛染める感じのやつの中華風味付け。私の幸せな結婚枠か。ミステリージャンルの王。ナローの最終兵器多すぎやろ。そういうのもありかもな。人気作でも本の序盤見ただけじゃなんで面白いのかある程度進行しないとわからないのもあるし。これ以降中華増えたけど、中国史ガチ勢に突っ込みされるからな。アロッパの中国版が生まれつつあるな。そもそも架空の世界作ってるだけじゃないんかなろうって、現実と照らし合わせる方がおかしいじゃん。1話90分ぐらいやるの流行りすぎやろ。これってなろうなん、そもそも主人公生まれついての有能やのに。なろうに投稿されてるからなろうやろ。血統と育ての親チートのよくあるテンプレなり上がりや。薬屋は歴史考察そこそこ良かったな。言葉遣いは日本的すぎるけど。コミカライズ読んだけど普通の少女漫画だったな。恋愛要素は国内タイプの。結構面白いね。絵も綺麗だし。これ舞台どこなの？架空中国、文明的には国宋仮名あたり。こういうのは大体中国風ファンタジー世界。マオマオのそばかすもっと目立つように書いてくれよ。後の展開でインパクトが減ってくるだろ。キャラ登場時に漢字名と読みを表示してほしい。マオマオ、これはわからんよな。人さらいにも金は足すから、人さらいが横行するのでは。しかも高級とつてがあるのが恐ろしい。サイン剤ってどんな原理なんだ。基本的には興奮させるようなものでね。血行を良くして性的興奮をした時と同じ状態にし、また身体的にも性的能力を上げる効能。薄い本、はよ。エロい。なんでこんなみんな巨乳なんだよ。王宮でいいもん食ったからでしょ。みんなそれなりの家柄のはず。チョコってそんなすごいん、普通に食ってるけど。今ほどいろいろ発達してないからチョコですら貴重で競争剤になるんだとさ。帝意外と地味な格好してるな。毎回こんな短編だと話考えるの大変そうだな。これから長編になるのかな。いいね、ラブコメにならなきゃいいな。な、面白かっただろ。食わず嫌いしてたけど結構面白いな。女性向け作品特有のヒロインが地味に可愛いところもポイント高いし、コミック買ってこようかな。見やすいアニメだな。3話連続でも苦もなく見れた。結構良かったんじゃないの。あの看板、ないくせにグイグイ来るな。面白かった。3話があっという間だった。3話までに作画リソース全振りした感じ。わざわざ1話ごとにオープニング、エンディングあるのか、フリーレンみたいにぶっ通しかと思った。これってなんで指定の娘が高級に使えるほどの医者よりも薬や毒の知識があって調合までできるのか説明やるの？原作には納得できる説明はある。誘拐されて高級で働くの？そんなことしたら脱走者とか払いせテロが続出するだろ。貧しい家とか回って普通に雇用すればいいじゃん。仮にも公正直下の施設なのに。鮮やかな花には毒がある。うっふふふ。マオマオは無事家に帰れるのだろうか。人さらいに誘拐されて高級に売られるなんてかわいそうすぎるやないか。